私とあんたです。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ、はい、続きを、うん、やっていくよ。はい、スタートボタンで、で続き、うん、あこれで、うん、はい、これあらすじちょっと見てもらおうかな。うん、で収録外で一応レベル上げはやったやんか、また、うんうんうん、だまあ、ある程度はまあ、操作方法とかはだんだん慣れてきたと思うけど、うん、うん、あ、それはたけしやった。そうそうそう、おさむは違うで。いや、おさむはどこ行ったんかな思った今。おさむは違う。おさむは違う、うん、あ、たけしはそうやって、うん、はいはい、ね、そしたら前回続きやし、うんうん、確かだから右の方に行って、そこを右右、うん、あ、右、もっと右、うんうん、そっからあの新しい道路に出られるから、はい、この人話しかける。あ、私ちゃんなんやの。あ、あ、助手なんや、うん、私はランニングシューズ。あ、ランニングシューズ。あ、ランニングシューズな。これでそうそう、B ボタン押しっぱなしにすると、うん、あの走れるから。あ、そうなの？じゃちょっと B ボタン押しっぱなしにしていい？そしたら。いいよ。手紙がついてる。私、頑張ってる私にランニングシューズプレゼントするわ。応援しているよ、頑張ってね。あ、ママ。あ、ママから。あ、もうやばい。あ、やっぱ。やばい、早い、はい、でどこ行っていいの、この私速さで。さっきの道を行くね。え、ちょっと待って、これでいいの。うわ、早い早い、ちょっと待って、ほんで、ほんで、じゃあさっきの道は右の。あ、さっきの右。なんでミニスカートなん？ん？なんでわざわざミニスカートって限定、あ、そういうね、うん、あの短パン小僧とかな。あ、いろいろそのキャラクターに衣装も一応こう、あれすんや、うん、言うてくれるんや。そうそうそう、はい、でまた危なくなったら、うん、歩いてあのポケモンセンター戻れば、うん、開封できるから。あ、そういうことね、うん、何も怖いことないから。いろんな人に会うやん、うん、見かけたぞとか言って、それでまた喧嘩を売ってくんや。そうそうそうあ、そんなすぐに喧嘩売ってくんやな、うん、みんな何をそんなあれな。結構えげつないぐらいあれやな、喧嘩売ってくるの、うん、あれ昭和の名前、次から次へと。もう昭和も土昭和やで。ひさしは、ひさしはまあそうか。うん、私いい品で、そんな人。昔の上司の名前がひさしやったら。ああ、そうだから、それぐらいの人でしょ。だから名前ってこんなにいるって言ったら、だからそれぐらいジジイの名前やっていう話や。ジジイの名前言うた。また名前で事故起こるから。ああ、そうやな。まあでも君のあれやで、その名前話は割と僕好きやけど。え、なんか悔しいけど負けたって書いてあるやん。誰が負けたん？向こうや。あ、向こう、向こう、びっくりした。前に、だからこの短パン小僧の何々とかっていう、うん、こう例えばこの子でヒロトやけど、うん、あの、同じヒロトくんが小学校にいると、うん、お前短パン小僧やろって、結構からかられたりしたらしい。ほんと、つい数年前まで履いてた私、短パンなんか。短パン？うん、あの、ホットパンツみたいな。それこそそのあのヒゲの店に行き始めた時ぐらいなんか全然普通にこれぐらいのやつ履いてガンガンに行ってた人で。それはあかんわ。え、そうな。その時だから。こんなん僕見たことないで。じゃあ本当に初期の段階の時。そう。あ、本当初期の段階って。今度見せてもらおう。じゃあだからその時は履けてんだから。今履けへん。今履けへん。ほんまに昔のポケモンのまんまやから、その時当時の子供の名前とか、ね、そうそうそう、そうやろ。でこう自分と同じ名前ができた人で喜ぶわけやんか。今やったらほら、何やったっけ、リズムちゃんキラキラ系の名前が出てくるやろ。うん、困るな。カノンちゃん、もうやめよう、そういうの。プスタイコなクソガキがな、キラキラネームでちょっとなえるわな。超アフの顔とかだよ。
でもなんか最近はさあれみたいで、逆になんか知らんけど、あの和風の名前が流行ってるみたいな。ああそうなんや、一周した感じか、うん、このポケモンだけ名前にメスって入ってるのよ、オスとメス。他のはあの、あ両生類ね、どっちも。そうそうそう、メスとオスであれが違うのよ。何違うの？性能が、あ進化の先が違うんちゅうか。産んだりはしない？産んだりするよ。うん、あそうなん。そうそうそう、あのつがいにして同じポケモンをどっか預けとくと卵ができてはるわ、うん、ミキヤ。ミキヤは分からんな、この名前嫌やな、なんか嫌な。ミキヤは嫌やな。あんま聞かへんな、ミキヤって。 いかそんな、アズマミキヒサのミキヤの、アズマミキヒサは別にいいけど、うん、ミキヒサやったらいいわ、そしたら、うんえ、これ噛みつくも今入ってるの方に入ってる、あ使えるようになってる。こんなに噛みつきたないな。そうこんなには噛みつきたくないな、うんうん、なんか出てきそうやん、うん、じるっと、うん、こんなんには絶対噛みつくの嫌。まあ、君が噛みつくわけじゃなくて噛めたの噛みつくやつなんで、やめとこう気持ち悪いな。ジルが出てきそう、何かのジルが、ジルが、うん、ジルが出てきそう。気持ち悪いやつが。だからさ、東幹久さんの前テレビ出て話してはったことが、あの知ってる、あの女の人と待ち合わせしてて、すごい綺麗な女の人やって、それで待ち合わせしてて、あもう先にカフェで待ってはるわと思って、さあ入ろうと思った瞬間に、その後ろ姿が見えてたんやけど、その前に鏡があって、女の人がもう思いっきり鼻ほじほじしたはんのが見えて、思わずもう帰ったっていう。あそれはあるな。あなんのそんなことって。実際でも美人やった、知らん、それは鏡越しに見た後ろ姿、知らんけどほじほじしまくってて。まあまあ人にもよるかもしれんけどな。どういうこと、人によるって。えとんでもない美人やったら分からへんけどな、見て見ぬふりするかもしれんけど、そんなに可愛くもないんやったらもう、そうだ、もう喫茶店とかで鼻くそほじるってことも、家で鼻くそほじりまくってる人やろそれって。あポケモンセンターあれ回復できるやん、なんか先入ってしもた、もういい、ここで回復して。あじゃあ一旦ここで切ろうか、うん、20のもうすぐ30分になるから。あそうなん、一回区切ろうか、うんうん、ここでじゃあこれでいいの、うん、あのこんな感じで終わりでいいの、一旦はな。また後で続き やるから、うんうん、ここ、うん、そこの方が、うん、あそういうことね、うん、はい、あ間違えた。これごめん、ちょっと一旦これで、うん、これでいいの、はいはい、ありがとうございました。これでいいの、はい、いいな、はい、なんかさっきからバキ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 なってんだけど、これいいの、これでボキ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 取れてんだけど、いつも常を裏切って明日はどこに